こんにちは、世界のニュースチャンネルです。今回はネイマールについてです。以下引用。パリ・サンゲルマン、PSG のブラジル代表 FW ネイマールのレアル・マドリード移籍は現実味が帯びてきているようだ。スペイン紙、AS は、今年3月にブラジルのリオデジャネイロでレアル側とネイマールが極秘に会談を言っていたと報じている。実現すれば移籍金はフットボール史上最高額を再び更新する2億6000万ユーロ、約338億円になるという。ネイマールは今年2月に右足を負傷して長期離脱。リハビリのために母国、ブラジルへ帰国していた。そうした中で加熱していたのが、レアルへの移籍問題だ。その構想にどうやら進展があったようだ。記事によれば、今年3月22日、ネイマールはリオにある自宅マンションでレアル幹部と極秘の会談を言っていたことが発覚。レアル加入が内定しているフラメンゴの17歳 FW イニシウス・ジュニオールもいたという。また、レアルとネイマールは3月中に少なくとも2回の接触があったと記されている。そして、記事では PSG がネイマールの移籍金を2億6000万ユーロ、約338億円に設定したとも報じられている。昨夏にバルセロナから2億2200万ユーロ、約290億円で移籍したブラジルの主砲は2年連続でフットボール史上最高額を更新する可能性がある。5月に入ってパリへ戻り練習を再開したネイマールだが、このまま移籍が決まれば負傷した2月のリーグ第27節マルセイユ戦3-0がそのままフランスでのラストゲームになることを意味する。バルセロナで活躍したエースはわずか1年でスペインへのカムバックを果たすことになるのだろうか。ご視聴ありがとうございます。毎日配信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。